ビジネス日本を元気にする集荷堂の田中でございます。絵画骨董買取プロの田中です。巨匠作品をこのアートコレクターで我が家に行ってワシリー・カンディンスキーってパブロ・ピカソの作品が出てますね。これすごいですね。これ別にうちが出してるんじゃないですけどね。ピカソは、これはリノカットといってですね、まあなんていうんですかね、ちょっとその特殊な、まあ、ゴムみたいなやつかな、版画なんですけど、版画はね意外とピカソはねあれで豆というかですね、いろいろやってるんですよピカソって、油絵はまあ数億とか10億とか100億とかしますけど、こういうそのリノカット作品、これですね1000万で売ってますね。このここに出てるのはあれ絵が出ないか、これですね、リノカット。リノカットっていうのは版画の一種ですけど、版画いろいろやってます。で、正直日本人の版画みたいに緻密じゃないです。中田志向みたいな緻密な版画ではないですけど、でもね、そのやっぱりオリジナリティがあってですね、魅力はやっぱありますよ。で評価もやっぱり本画が高いのに伴ってすごく高いです。ちょこっとまあちょこっとしたもんだと10万ぐらいからありますけどね。まあこれリノカット専門するということで、シリーズもので、まあ割と版画の値段は分かりやすいですよね。貧しい食卓なんか有名ですけど、版画だけでものすごくこんな分厚いカタログですよね。ちょっと隣の、書棚に入れてありますけど、すごいなんていうかな、数が多くて種類も多い。だからまあ豆というかね、創作意欲が旺盛なんですよ。ピカソは何人も女変えててね、もう何人いるんだろう、とにかくまあたくさん、変えてるんですけど、まあ絵描きさんはねそのぐらいのね、一人の女にね続婚でね、結婚1回しかしないとダメですよ。いっぱいこう手出すぐらいじゃないとね。はい、こういうこと言うと大抵普通は怒られるんですけどね。まあでもまあそういう面もあるじゃないでしょうか。もう週刊文春がねバン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 ね砲撃してね、いろんな政治家倒しますけどね、本当にもうね、もうなんか10人とか100人とかもういっぱい手出してて、もういくら砲撃しても追いつかないような、そういうこうなんていう政治家とかアーティストに出てきてほしいですけどね。なんかもうくだんないですよね。なんかスキャンダルの度になんかひっくり返ってひっくり返ってね、どんどんやってほしいですけど、まあそういうことでですね、まあピカソは元気がいい、たくさんあるで高い、やっぱたくさんあるから高い、まあ、ピカソのそういう旺盛な制作意欲、これは現代の作家もねぜひですね見習ってほしいと思います。でこれ何のコーナーかな、あ、巨匠ってコーナーって書いてあるね。だから、まあ、こんな河合玉堂とかね、南畑達雄記とか載ってますね。まあ、これいずれも私もよく扱う本でございますね。野見山行司さんも載ってます。野見山行司さんもこの美術の窓の方に連載してましたよね、エッセイですね。前田清孫、珍しいの載ってんね。前田清孫、山口佳代、ちょっと変わったもんばっかだね。女性の美っていうことで、まあまあ、私どもでも、お付き合いしている、まあ、阿部清子さんのね、作品とか載ってます。ということで、まあ、美術品の売ったり買ったりは、美術骨董買取プロ、集荷堂田中まで、ご連絡ください。電話番号は0120-120-126-516、いつも骨董、それから、この QR コード、これが LINE につながります。よろしくお願いします。